発菊池雄星1回です。立ち上がりは岡村さん本当に良かったですね。いやもう素晴らしかったですね。もうストレートが飛び切り速かった。そして涌井です。こちらもプレッシャーの中での登板でしたが、ツーアウトを取ってから浅村にツーベース。そして中村のこのタイミングです。インコースのボールうまく打ちました。1対0先制点ライオンズ。3回です。ワンアウトから田村はこのスライダーで三振。スライダーも良かったですね。良かったですよ、まあ、もちろんストレートがいいからですね、スライダーについていけないんですけど。そしてこの脇谷のプレーもありました。4回です。ランナー1塁に置いた後今江を三振、清田三振、3番4番を取りました。4回の裏ワンアウトランナー1塁、堀友への打球はセカンド正面の併殺。5回です。マリーンズワンアウトランナー3塁と1塁です。田村のところでこのバッティング、これがライト前に抜けました。このあとワンアウト満塁になって、なおも一気に行こうというマリーンズでしたが、この森崎のプレーでしたね。素晴らしいプレーだったですよ、前進守備を取っていた中でも反応です。これで2アウト満塁から今江はライトへのフライで結局1点止まり。菊池雄星がなんとか1点で止めました。そして5回の裏2アウトランナー2塁、3打席目の秋山翔吾の打球は三遊間、これが今江のグラブに当たってレフトに転がっていきました。これがシーズンの200本目のヒットでタイムリーです。2対1勝ち越し。7回ノーアウトランナー1塁、結局菊池雄星ここで、まあ、ランナーを出してしまうんですね。そうですね、フォアボール でこのワイルドピッチ1塁3塁で、このショートがこのプレーですよね、はい、これホームでアウトを取りに行って、はい、ランナーが2人2塁3塁で残って、はい、これがベンチの意図とすることと本人選手が意図とすることがどうなのかっていうことですよね。でその後の荻野貴司がスクイーズ、はい、ベルダースチョイス送球エラー、はい、ランナーが2人かっていう、はい、どうなんですかね、今日後でミーティングして、はい、確認でしょうね。そうですね、3対2と逆転を許しまして、で、その後岡本陽介この打球グラブの下をくぐり抜けていってタイムリー。これで5対2。7回の裏森のツーベース、ランナー2塁、そして栗山これをセンターに持っていきます。5対3、なおもランナーは3塁、そして秋山のタイムリーです。5対4、1点差まで来ました。8回の裏ピッチャーは内、ここは森を三振、ランナー2人置いたところ、斉藤翔吾ここは内がよく踏ん張りました。そして9回の裏ピッチャーフォーザーの西野です。ツーアウトを取ってから秋山セカンドで試合終了ということ。